皆さんこんにちは、堀川みくむチャンネルです。今日はですね、ゲストに嘉数照道プロに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。たまたま今練習場で練習されてたんで、はい、ちょっと見させていただいてレッスンしていただきたいなと思うんですよ。はい、わかりました。嘉数さんの一番得意なレッスン、それこそシードを取ったりした時に自分でゴルフでやっぱ貢献したとか、うん、一番自分が得意としているクラブのレッスンちょっとしていただきたいなと、はい、YouTuber のネタにちょっと困ってるんでレッスンしてもらいたいですって言ったらいいよって心よく、はい、でもドライバー一番得意なレッスンはドライバーですか。ドライバー、じゃあその時ですユーティリティお願いします。ユーティリティいや嘉数さんと言ったらそれこそ本当ユーティリティだと思うんですよ。僕の中で一緒に回った時とかも、はいはい、220ヤードぐらいをちゃんとねピンにビシバシつけてくるし、うん、ユーティリティうまいですね。ありがとうございます、うん、ロングホールのセカンドとかもねやっぱユーティリティうまい、うん、多分アマチュアの方もユーティリティ結構クラブの中に1本入れてると思うんで、うん、それユーティリティお願いします。いいですか。わかりました。ちょっとユーティリティお願いします。オーケー。はい、あでも違うじゃん全然。違う、こっちがツアーステージ。ツアーステージ U4。 え、いつから入ってるこれ。前入ってなかったんですよね。はい、4万円が多いね基本、うんうん、でも高く止めたい時とか、うん、今ちょっと俺今なんていうの休み明けなんで、ちょっと力が出せないからこれに頼ろうかなと。ちょっと優しくスタンド優しく入れてみた。まだ分かんないけど。でもせっかくなんでブリヂストン契約ってもあるんで、そうね、こっちのブリヂストン契約だけどツアーステージ、ツアーステージ、はい、はい、全然宣伝なんないですツアーステージで、はい。嘉数さんってアイアンとウッドって打ち方一緒ですか。ちょっと変わるかも。どう違うんですか。本当にイメージだけだけど。イメージだけで。アイアンは最下点の前に当たる。最下点の前に当たる、はい、ボールにね。でボールの先が最下点になる。そうだからちょっとターフが取れてる、はい、これがユーティリティとかウッド系になると、はい、まあ球の位置がちょっと左足によりますね、はいはいはい、その分最下点を迎えるか最下点ぐらいでボールに当たる。わずかに、わずかに。でも最下点を迎えてからボールに当たるわけではないですね。ではない。だと地面の上のボールはだってうまく打てないですもんね、うん、打てないから。ユーティリティは嘉数さんの中でもうウッド系の方なんですね。どっちかというとウッド系。あ、そうなんだ。ただどっちもできるのがユーティリティとは思ってるけど、はいはいはい、どっちかというとウッド。でもユーティリティってなんか特別アマチュアの方ってなんかアイアンとやっぱ変わって多分ねみんなねユーティリティを使いこなせないんですけど、うん、結構さユーティリティ簡単ですよね。ユーティリティ簡単だよ ね、 だって地面の上のボールをまあ払えばポーンってそれなりに飛んでくれるみたいな、うん、我々はね、払えないんですよ、はい。え、払えないんですよ。払えない払えないじゃあその量はだから地面でまあアイアンっていうのはダウンブローに打てば大体まあうまくいく、はい、打ち込んでる最中で当たれば全部ダウンブローなんでまあある意味多少ずれても大体まあアイアンはダウンブロー。でも要は最下点って1点しかないじゃん。最下点だから一番下を通る。だからここでちゃんとボールをコンタクトすることが多分大事なんですよね、うん、最下点がずれたらダウンブローになっちゃうし、うん、最下点ずれたらアッパーブローになっちゃうし、うん、この最下点でちゃんと打つためには、ためには打つためにはお願いします先輩。分かりやす先輩のすごいね。どういうのを意識したらいいんですか。教える側にも分かりやすいね。何を伝えればいいかをすごい明確にしてくれるよね、はい、体の使い方は変わんないですよ、ね、変わんないアイアンとも、ね、そんなに、まあ、本当にわずか球の位置が、うん、あ、これ分かりやすい。まあまあ球の位置はすごい大事ですよね、はい、まあ、やっぱり、うん、まあ、アイアンとかショートアイアンはこことか、うん、まあ、これぐらい、はい、でユーティリティウッド系になればなるほどこう寄ってくるという。あ、少しずつ少しずつだから、うん、アイアンでなんとなく構えてる時よりもほんのちょい左足寄りに球を置くと、はい、勝手にこの払い打ちじゃないけど。だから嘉数さんはもう自分の中でスイング気持ちよくスイングをした時のもう最下点っていうところが自分の中で決まってるんですね。そう、だいたい把握してる。それの最下点を自分のボールに対しての足の位置で最下点の場所にボールを置くか、うん、ダウンブローのところにボールを置くかってだけなんですね。その通り、はい、だからダウンブローに打とうとかもしてないし払い打ちにしようともしてないし、そう、ただクラブヘッドをナチュラルにポンって振った時に、まあ、クラブって必ずどっか最下点来るんですよね、うん、そこのどこで当たるようにボールをセッティングしてるって感じですね。そう、おー、その通り。そういうことか。分かりやすい。ユーティリティでそういう打ち込むとかも考えてないですねあんまり、うん、はい、でそのやっぱ最下点の意識が大事ってことで、はいはい、その最下点の意識作りというか、はい、体感するために、はい、その連続素振りというか。あ、連続素振り。なんかこう、はい、脱力のまんまこう軽く、うんうん、こういう素振りを何回か続けます、はい、するとなんとなく
この辺が最下点だよなって感じるんですよ。地面をなんとなくするようなね、うん、そうそう、はい、地面するながら、うん、これを皆さんに感じてもらって、あ、この辺かなって、はい、なるじゃないですか、はい、でまずはそれよりも思い切ってちょっとだけ左足側に置いてみる。ほう、するとさっきの感覚から左足寄りだからちょっとアッパーっぽくなるというか、はいはい、払い打ちしやすいよねーみたいな。おお、なんかあ、これが払い打ちの感じ。すごいスイングのこの力感からしたらすごい効率のいい球ですね。お、あれなんか無駄のない、うん、あれが、うん、何、払い打ち系、うんうん、っていうのをやったり、え、どっち払い打ちがちょっとね、みんなね、アマチュアの方ね、力入れすぎかもしれないですね、うん、今だってかかずさんがもう1割2割ぐらいのこのスイング振って、で実際ボールセットして2、3割で振ってもあんだけ飛ぶもんね、うん、確かに、まあ、200、まあ、190ぐらいと思うね、180、うん、前の方に置いたら、うん、絶対突っ込んじゃう、あ、ちょっと体が、あ、だからその連続素振りでも、うん、なんかダラーンとして連続素振りをしますって言うけど、そのダラーンの中でも何か意識してることじゃないですか。してるかも、してる、確かに今気づいたよ、今気づいた、分かりやすい、いやいやいや、やっぱり確かに連続素振りして最下点感じてって言っても、うんうん、自分の中ではちゃんとこう何ですか、円柱、体のその幹の部分というか、うん、あの幹、ど、何、うん、芯が、うん、をやっぱ感じながら素振りしてるわ、うん、じゃあ例えば、じゃあ素振りするけど自分のこの胴体の部分は脱力するけどもこういうのはなしと、なし、ある程度地面に垂直で、地面に垂直でこの幹をしっかり感じた中で腕とかね体から生えてるから、そう生えてるから、うん、だからプランプランと、ただその時にこの芯の幹がこうずれたりね、しないように、うん、あ、今のがやっぱ良くないから、うん、すごい分かりやすい、はい、お、じゃあその幹を意識した中で、意識した中でこういう連続素振り、はい、まあ、もうちょっと大きく振ってもいいですし、はいはい、これ中級、中上級者も結構こういうの、うん、まあ、素振りってなんか一番無駄な力が入らなくてね、うん、なんかいい動きになるから、でこの感覚を忘れる前にちょっと左足側にセットして、うん、あ、さっきの最下点ねみたいな、もういい放物線、あ、素晴らしい、簡単、いや、ユーティリティ、でも本当ユーティリティって簡単ですよね。でちゃんとこのね、後ろの部分がこれユーティリティ作った人多分天才だと思うけどね、これが本当ちゃんと地面に刺さっていかないように後ろも分厚くなって、うん、かといってウッドではなく、うん、一番振りやすいユーティリティ、この形最強、うん、いや、そうかも、いや、だからこれが本当ラフでも抜けるし、うんうん、だから簡単なクラブなんですよね、うん、すごい簡単、だからそれをちょっとアマチュアの方が力を入れすぎてる、まあ、だから連続素振りちょっと幹を意識した中で、うん、でちょっとボールを左に置いて、置いて最下点、最下点、払い打ちしようとかじゃないですよね、自分でナチュラルに振ったこの感覚、この感覚のまま打てれば、打てれば、ただゴルファーの最大の悩みで、素振りと打つ時が全く違う、あ、どうしたらいいですか、どうしたらいいですか僕もよくアマチュアの方をプロアマとかで一緒に回るときに、まあ、もっとこうしてください、こうしてください、うん、こう振ったらいいですよって言って自分で意識するんですよ、うん、いざ構えて振るとき全くそうなってないんですよ、ってなったときに僕はもう伝えるのも難しいから動画撮って、で素振りとのもうギャップを見せちゃう、で本当だこんなになってるよって、うん、でも多分それがね、まあそうなんですよ素振りと打つときが変わってしまう、変わるね、素振りのようにどうやったら振ったらいいですか、加賀さん、え、これいろんな人にアンケートを取ってんの、いや、これなレッスンというのは加賀さん追い詰めてますいやいや教えてください、素振りのように打つコツ、今パッと思いついたのはもうユーティリティじゃなくていいから、うん、アイアンでいいから目つぶって打つとかじゃないですか、危ないかな、このまあでも基本的に普通の練習場であれば目つぶってちゃんと打った時にこっちには吹っ飛ばないんで、うんうん、目をつぶって打つ、目つぶってこうさっきの連続素振りなんとなく感じながら、うん、まあ、最初は50ヤードとかでもいいですよ、うん、でセットします、うん、でここで目つぶって、うん、もう一回同じ動きをして当たるかなみたいな、おだ目をつぶるっていうのはまあ本当に多分極論になるけど、じゃあ18ホール、うん、目をつぶって打つかっつったらそれはもちろん無理ですもん、ね、あ、それはだ多分ボールのこの見方だと思うね、だから欠かずさんは極端に言えば極論目をつぶるって言ったよ、目をつぶったらボールがどこにあるか分かんないじゃん、うん、だからまあいつもう言ったら素振りしてんのと一緒っすね、うん、まあ、ただもちろん見取り率は悪くなりますけど、うん、ただボールをこう凝視しすぎた時にやっぱりこう力みが入るんですよね、うん、あ、そうかも、なんとなく球を見るっていうのは絶対大事です、ボールに対して
うん、こうがっつり見るんじゃなくて、うん、もうなんとなくボールをこうもう視界に入るぐらいな感じで。見てないでしょ、だってそんなに見てないです。ボールじゃないです、はい、どこ見てますって言われても、はい、分かんないってしか言えない。まあそうですね、そのなんか常識ですよみたいな感じで喋らんと自分らめっちゃ見るんでなんだからボールを見すぎミート率上げたいってやっぱこっちも思うんで。確かに見ちゃいますね、やっぱり。確かに、で視線も見れば、うん、多分要はボールを凝視すれば目線が全く動かなければ体の部分もどっか動かなくなるだろうね、目線がずっと動かなかったら、うん、ただ目線もボールは見てんだけどボールだけを見てんじゃなくてなんとなく見てる、うんうん、なんとなく見てるんだ。なんとなく見てます。無理です、それは伝わらない。ぼんやり片山慎吾さんはめちゃくちゃいい表現してて、うん、高速道路を運転してる時の目みたいな感じ、ね、例えば自分の通る道路の線だけをずっと見てるかっつったらそうではないじゃん、うん、ちょっと先でもなんとなく全体を見てることによって自分のまあ道が分かるじゃん、はい、そんな感じだそうです、っていう片山慎吾チャンネルからのパクリでしたでもちょっとレッスンっぽいレッスンにならんかった。いやいやいや全然全然打ってください。この任せてほしいですよね。うん、まあ、その連続素振りって多分ユーティリティのみならずゴルフスイングにめっちゃ大事だと思う、うん、だって脱力して振ってるけどプレーンにはしっかりクラブ収まってるし、あくまでこの、うん、なんだっけ、はい、軸の中で回るって感じ。うん、綺麗ですよね。かかとさんってさ、はい、フィニッシュまでさ、なんかフィニッシュでインパクトの瞬間に手離すとかってあんまり見受けられないですけど。しないのよ。なんでなんですか。意識してる。え、かかとさんって絶対にどんな変な言い方していいミスなのにめっちゃフィニッシュ取ってるかかとさんって普通に構えてでここまでフィニッシュ取るから、うん、それはナイスショットだろうと思って見るじゃん、うん、全然違うみたいなだからでもフィニッシュ取るんですよね。何なんですか。見てるね、うん、ちゃんと絶対フィニッシュ取るんですよ。え、あるよ反応するけど、うん、それよりも反応したとしても振り切った方が、うん、ダメージが少ない。あ、やり切った方が、はいはい、さっきの連続素振りじゃないけど、はいはいはい、ここまでちゃんとやり切った方がなんていうの、うん、この曲がり幅が収まる気がする。俺はこの瞬間に何かエラーが起こった時に自分の反応でこうやるんじゃなくて、うん、最後までもうフィニッシュ、うんうん、振り切るっていうのはもうテーマにしてるっていうか、うん、意識してる、はいはいはい、それは3クォーターでも。だからバチコーンって打ってフィニッシュ取って OB だったみたいなことあるあ、でもじゃあ自分の中である程度アドレス構えてもちろんトップの位置があって、うん、もうこっからあとはここの終着点までちゃんと行くぞっていう感じなんですか。こんな感じ。ここまでぴったり。あ、すごいね。僕たちは結構スティンガーとかインパクトの瞬間にそう、ね、バーンだからこっからっていうのは、うん、要は打速じゃないけど、うん、まあ、打速もうなんつうんだろう、どこまでも決めてない別に、うん、まあ、ここが全てだから、うん、でもかかずさんはここが全てなんですね。ここが全て。でここまで行けば多少どう開くか何だろうが曲がり幅、うん、収まるかな。それがさっきの連続素振りみたいに球を意識しないで打つコツの一つだと思って、はいはいはい、確かにそれはあるかもしれない。やりきるインパクトの瞬間にこうじゃなくて、うん、ちゃんとフィニッシュまでバランスよく取ることによって球を打つっていうよりかはスイング中にあるから当たるみたいな。当たるみたいな。その通り。目的を変えてあげるみたいな。そういうことだね、うん、球を打つというより自分のスイングの中に球があるから当たる、うん、当たって飛んでく。おー、めっちゃいいですね。マジでそれ。そういうことか、うん、だからフィニッシュ取って、だからフィニッシュ取ってからあってするかも。ああね、そうだね。ここまで行ってから、うん、あーみたいなのするけど、ちゃんとね、わーとかしてね。あ、インパクトの瞬間にね、うん、すごい。確かに、ありがとうございます。ありがとうございます。いや確かに、でもそれめっちゃ大事ですね、はい、ちょっと皆さんぜひ参考にしてください。してください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ユーティリティの打ち方でしたね、はい、ユーティリティ。丸山茂樹さんなんかはアプローチとかでちゃんとフォローする、このインパクトの強さじゃなくてフォローをどこまで取るかによってちゃんと距離感とかを、フォローの大きさ、だからアプローチでちゃんとここで止めるときってもうちゃんとここを決めてるらしいです。なるほどね。だから20ヤードだったらもうここ、うん、ここまでクラブをここまでちゃんと、うん、50ヤードだったらここだったらここまでやりきる、はい、あとはもうちゃんとそう加速していって、フォロースルーでちゃんと合わせるっていうのはすごい大事かもしれない。確かにいつもこんな僕片手になっちゃうね。
そっちタイプ意識します。そういうタイプ、はい、ありがとうございます。勉強になりました。いやいやいやかっこいいけどね、うちの子なんか。いやいやかっこいい、操ってる感があって全然ね、うん、バランスよくね。はい、でもフィニッシュ決めてる方がミスってない感は出ますよ。出ますよね、かっこいいですよね。おすすめしますよ、あの見てる人にも。そうっす、あー、松山英樹はフィニッシュ取んなくてもビタってくるけど、それはまた例外です。例外だね、はい、例外です、はい、例外です。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。勉強になりました。